我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところと、そして今五稜の一つ、オルブスカラグリアを治める、火のマスターコアを持つ無常な姿、岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を重ねつつ、それのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。傷の舐め合いか、そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。せ、待って、ありがとう。怪我はなかったか、ココル。うん、鉄仮面、うん、どこに見て、そうか、また毒にどやされるな。またお前か。すまない、毒。ふん、謝る。相変わらず何も思い出せんままか。ああ、顔もなければ記憶もない。難儀なやつだ。痛みを感じない。ほどほどにせんと気がつかないうち。今日も誰かが死ぬのを見た。奴隷の死体なぞ。死ぬのはいつもダナだ。いつまでこんなことが続くんだ。大声をだ。誰に分かっ、わしに言えるのは結果はお前が見ているとき。さてと、これでいい。金毒、あんたは何。それは感謝し、そう焦るな。
ぼちぼち今日腐ってないで風邪だが余計なことはする。部屋に戻るか。俺は奴隷だ。みんなと同じく。なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって。何度持ち主が変わったのかわからない寝床、今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。レナのための労働の一日が始まる。死ぬまで逃れられないのか。ぐずぐずするな。逆に
も食らいな。落ちるなよ。なり損ねた以上、貴様らはこの美分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。オルブスカラグリアスルドエルボルゼ教、いやビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じ鋭のよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これは下見、あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびの鋭ぶりがは常にない速さでし、結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しく。同感ですな。では失礼。気がついた？あんた、ティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス。あら、聞いたことない？帝国光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなあったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど、むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面、外れないんでしょ？ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は？ああ、今ジルファが尋問しているはずよ。牢屋？どうせ。牢屋で尋問だって？何がどうなってる？くそ、やっぱりだ。ちょっと触っただけでこんな雷でも撃たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ、シオン・アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は。なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ、着てるものをベストすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ、目が光るかどうかくらいだしな。だろう、光ね。精霊術も使えない石付きが、偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めたとき、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて、俺たちは必ずお前らレナを。レナズ。
確かに俺たちダナは精霊術を使えない。が、お前のその茨も、ここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは、全く大した能力だぜ。違う。こんな呪いが、私の能力のものか！呪い。まあいい。いずれにせよ、お前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ！ここも嗅ぎつけられたか。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら、長い棒か槍を使え。わかった。おい、鉄仮面。出ろ。悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ？客を出迎えろ。無駄死にするなよ。ほら、早く。妙な真似はするなよ。答えるとでも思ってるのか。なんだこの石突き。レナの装甲兵に挑む気か。弱らないなら捨てない。やるしかない。本物の戦いだから、やってやる。おとなしくやられてたまるか。どうだ。お前が下げろ。どういうこと。勝った。レナの装甲兵相手にやるぞ。絶対に生き延びてみせる。ビメルアイメリス大門、スールド・ビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て、あなた、あ、何を考えてるの。装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。飛んでいろ奴隷。我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。いい、私の判断。くれぐれも邪魔にならないで。こっちは不慣れなんだ。約束なんてできるもんか。下げろ。なぜ私を助けたの。
ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけで。何？以前にどこかで会ったことはないか？あいにくダナ人に知り合いはい。そうか。俺は自分の過去を覚えていないんだ。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああそうだよ。だからあんたを助けたのも、それにどうせ俺は傷の痛み、あな、ああ、痛みも顔も記憶もない。名前は？鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。そう。今度はどこに行く気だ？外よ。そのため気を引き締めていくわよ。生き延びたようだな。逃げたと聞いて、お互いまだ装甲兵に捕まるわけにはいかん身だ。ついてくるなら手間が省ける。あんたの仲間は？この先にいる。俺たちも行くぞ。動くな、反逆者ども。隠れが一つ遅うなり、これだけの戦力を差し向けるとは。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。自分に埋め込んでいたのか。もういい。あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃！大丈夫か？その手。ああ、痛みを感じない体で助かった。痛みがない？おい、そうなのか。動かないで。え？これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣と、それを癒す治癒の術。痛みを感じない男と、触れると痛い女か。ありがとう、シオン。
さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな、一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、鋭に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか。何の話？傷だ。敵の攻撃が当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか。そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て、皮肉なものね。触れたものすべてに痛みをもたらす私が。自分も痛みを感じなければって思うのか。気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中で、あの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか。知ったような口聞かないで。俺には奴隷が強いられてきたことを望む。その仮面ちゃんと見。当たり前だ。出なきゃどうし。何なのそれは。知るもんか。俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、かゆい時に顔をかけない。そんなことより、その姿で今まで生きてこ。ダナの仲間で気にする。総工兵は怪しまれなかったの。確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃい。だが目立たないようにしていれば、仲間が言うにはその辺は。あ、私は鋭の武。ただそうね、300年間その意味では退屈しのぎで殺されてた。このカラグリアを支配するスルド、ビエゾの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。あの城、そしてあそこにそびえる炎の門、あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。自由。行くぞ。近づくと襲ってくるぞ。
俺にも月が回ってきた。避けられる敵は避けていけ。全部を相手にしていたら抵抗はそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。無事に下げろ。邪魔んな。決めてやる。敵野郎の背後を取れ。危ない。諦めんな。死の淵からだって呼び戻す。受け取れ。邪魔んな。連絡だ。力がみなぎってくる。ここらで一息入れるとするか。俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い追っ手の気配分かった。本来は交代で見張りを立てる。今回は俺が注意するから心配する。マスターコア。なるほど。スルドの兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。それが彼女の胸の宝石の名前なのか。そうか。お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。そう言われると。本当に資源だけが目的なら、レナの技術でもっと効率よくやれるはず。いいか、連中が本当に求めているのは資源なんかじゃない。精霊力だ。物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。そう、物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて、そして集めた精霊力は修霊機を経由してマスターコアに蓄えられる。ダナ、何のためにそんなことをするんだ。精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか。王を選ぶためよ。王ってレナの王様ってことか。そう、5人のスルドがあらゆる手を使ってマスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となり、レナ本国に君臨する。それが数年おきに繰り返される。レナのスルドぶりが。要するに俺たちダナ人はレナの王様。マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけだ。冗談じゃない。じゃあ俺たちはそんなことのために死んで。落ち着け。頭に来てるのは別にお前だけじゃない。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ。それとあの炎の剣は何だ。あの剣はマスターコアの精霊力が実体化したもので、どうして剣の形を取ったのかは私にもわからない。本当よ。あの剣を使うにはお前の許しがいると聞いた気がするが。精霊力の供給がなければ剣は権限できない。そういう意味よ。それでお前の狙いは何だ。スルドでもないのに王になろうと。全てのスルドを倒すこと。まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。いいだろう。どのみち俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣が正しい。お前たち。いいわ。あなたたちが私に協力すると言うなら。俺は正直まだ混乱してる。
決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえまずはビエゾーからだ。いいな。この先のウルベザクに別の隠れ家がある。同志たちとはそこで落ち合う手はずだ。俺たちも向かうぞ。こいつは食えそうだ。見かけたら取っておけ。食い物か。助かるな。まったくね。あの巨大なハグレ、今の私たちでは厳しいわ。ウルベザクが近いぞ。何かの役には立つだろうぞ。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからな。こういう寝起きするだけの場所は巡回はしても常駐はしない。ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジェニファー、奇遇だったようだな。行くぞ。なあ言ったろ、ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの？切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう、いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ、失敗はできん。上等じゃねえか。俺は作戦を詰める。その間は、そうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。ほら、ぴったり。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。何か勘違いしてるようだけど、私レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ、彼私たちの中じゃ一番の情報通だし。
ネアズ、相談が。いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれ。何をすればいいんだ。何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないから。詳しいことはあそこにいる奴に直接聞いてくれ。誰かの助けを求めているんじゃない？なあ、うん。紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ、黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。襲撃を受けたのはあんた、デッカメか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった。しっかりしろ。もう死んでるわ。まただ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて。そこの茂みと言ったわね。これはせめて何か一つだけでも。自分は助からないのに誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とす。信じる者のための命がけのこれも、それがどんな意味を持つかは。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。あんたの意志は。なら行きましょう。いつまた装甲兵たち。これがレナと戦うってことか。怖くなった。コバイさん、けど奴隷として死ぬ。できないなら俺は戦う。
何かあったんだろうか。戻ったか。はい、悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合える奴は多くない。俺たちにできるのは、犠牲になった奴を忘れないことくらいだ。ああ。決して忘れない。それでいい。で、ああ。実は、何かと思えば、レナ人の当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて、迂闊に近寄れない場所ばかり。ウルベゼクの外の荒野の先に、ファガン遺跡って、レナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるなら、ひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺なら、そんな手間をかけるより、おとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね。行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。このために俺は、ここにもズーグルの群れか。ちょっと、あ、待って。やるだけやってみるか。
飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。いけるわ。外さないわ。マグナリン、やれるわ。そこ、顔に刺す。マグナリン、刺さない。そこ、終わりよ。飛ぶ相手はマグナリン、刺さない。マグナリン、飛ぶ相手は任せて。刺さない。これは価値があると思うわ。まったく見通しが悪いわね。高いところにでも登ってみるか。やるしかない。そこ当てる。そこだ。危ない。危ない。俺に任せてくれ。上げろ。ラグハウ叩きつける。危ない。扱うには技術が必要よ。よし、いい感じだ。アガン遺跡というのはあれかしら。あの下まで。そういえば気にしないでくれ。腹すかせたまま。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざというと。まさかレナ人に食べる。レナだって食べ物が手に。それってどういう。どうするの。食べるものがあるなら持ってたのかよ。だから作るのよ。料理。私だって似たような。なんだ。できたわ。たっ。本当にその仮面越しに食べるのね。うん。なあ、けどお金さんで材料そのまま食べるよりこれで味も良ければゆ。まずくて悪かったわね。あ、いや、そ、作ってくれたのに。だいたいあなた痛みは感じないのに味はわかるの？一応人並みにな。人に言わせると少々か。変わってる。前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言わ、痛みがない分。食事はなるべく私が作った方が良さそう。お口には合わないでしょ。だから悪っ。よし、行こうか。野宿は嫌なの？体の方は問題なさそうだ。よし、行こうか。
ここね。傷がたくさんある。開けよう。レナの構造物で、ダナの技術では破壊すること。じゃあ、どうやって。わかった。向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。防護隔壁を通りたければ解除装置。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大侵攻時まで遡るのか。放棄されたっていう割に